はい、うっちゃんなるです。今日は東京渋谷に来ています。渋谷の道玄坂の上の方なんですけども、こちらになんとナンリーがいるじゃないですか。ナンリーがいます。スパイスカレー食堂さんです。本日はこの一皿で人生が変わるということで行ってみましょう。早速、はい、お、ビールもありますね。ライオンビールもあるということですが、お、今日は私ですね、モーニングをいただきました。モーニングはパリップチキン、パリップポーク、パリップキーマン。私は何を頼むでしょうか。そうね、パリップポークでいきましょう。750円買ってみます。今はい、パリップポークを頼みましょう。はい、これモーニングポークカレーです。なかなかないですよ。はい、では頼んでみましょう。どうもー。はーい、おはようございます。はい、はい、おはようございます。モーニングポークカレー、はい、一つお願いします。どうぞ、お好きなお好きどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、今モーニングカレーを頼みましたんで、はい、お、はい、すいません。おはようございます。カレーレモンが入ったレモン水、裸水です。よかったら食事前にサービスでザホ出ししてるクミンのスパイスティーです。クミンのスパイスティー。はい、いいですね。店内はそんなに広くはないんですけども、渋谷の道玄坂にスリランカカレーが手軽に食べられるお店として四谷3丁目から始まったスパイスカレー食堂さんですが、現在は中野坂上や五反田にもできてたんですけども、なんと渋谷にも登場したということでやってまいりました。では到着を待ちたいと思います。お待ちしてました。はい、モーニングのポークですね。おお、ポークとパリップですよね。そしてこちらは、こちらが人参のサンボルって言って、はい、ココナッツと塩とブラックペッパーで和えたものになります。はい、インゲンの優しいカレーですね。はい、でポークです。少しずつレンズ豆から時計回りで味見してもらったら、もう混ぜて食べてください。そうですね、それが一番いい食べ方ですね。食べ方です。テーブル上にスパイスありますので、香りのスパイスとか辛いスパイスとお客さんが見てどんどんかけて、また味の変化楽しんで。ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。はい、早速いただいてみたいと思いますが、いつものようにパリップチェックからいきましょう。パリップチェック、いい感じですね。結構ニンニクの香る感じですごいですね。そしてインゲン、ボーンチですね。ボーンチ、インゲンはちょっと優しい感じですね。人参ですね。うん、甘い感じでいいですね。ご飯は何を使ってるんでしょう。ジャスミンライスですね。ジャスミンライスですね。はい、さあ、そしてポークカレー、朝からポークです。いいですね。後からしっかり辛さとスパイシーな感じが後からやってきます。こちらのポークカレー好きなんですよね、私ね。モーニングから結構ガツンとくる感じですけども、混ぜ混ぜしていただいてみたいと思います。おい、これは、こちらはバークスって言って、はい、腸活飲料になってまして。腸活飲料、はい、フルーツビネガーと、甘酒と豆乳で動物性を使ってないということで、腸活ザクロビネガーを使ってますので、はい、お召し上がりください。ザクロビネガー、はい、はい、これも結構人気なんですか。そうですね、特に女性の方には人気で、腸活一回いただいたと思うんだけど、どこかで、はい、ちょっともう味忘れちゃった。いただきます。ちょっと酸っぱい感じですか。なんかそうですね、ビネガーなんで。あ、ビネガーですよね。あとは豆乳が入ってると。はい、はい、豆乳が投入されているそうです。はい。体に良さそうな感じがします。ラッシーより甘すぎず。確かにラッシーは甘いよね。これももう少し認知度が上がって流行ってくれるといいですね。そうですね。はい。はい、ではいただいてみましょう。はい。はい、いただき終わりまして、ごちそうさまでした。ありがとうございます。いつオープンされたんでしたっけ。昨年のですね、9月の15日にオープンいたしました。どうですか、オープンされて。オープン当初はすごく満席になって賑わってましたね。近くの方も工事中から気になってる方もいらっしゃって、はい。そうですね。お客さんはどんな方が多い。んですか？いや、サラリーマンの方が多いですね。そうですか。はい。近隣の方がやっぱり多いんですかね？多いですね、平日は特に。この辺は特にカレーの渋谷激戦区ですけどね。そうですね、メッカですね。お客さんはスリランカカレーと思って来るんですかね？スリランカカレーだと思って来ない方がほぼほぼ多いですね。そうですよね。はい、まだまだやっぱり目的を持ってスリランカカレーでちょっと食べてみたいって来る方が2割ぐらい3割ぐらいですかね。あ、そうですか。はい、渋谷道玄坂の本当上がりきった上ぐらいのところに、そうですね、交番が表向かいにありまして、その逆側になりますので、ワンブロック。ちょっと一見分かりにくいけど、でも角っこで結構目立つ看板があるんで、そうですね、分かると思いますんでね。はい、渋谷激戦区ですが頑張ってください。スリランカカレー広めていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで今日は渋谷道玄坂にありますスパイスカレー食堂の渋谷店さんからお届けしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。